こっち。どうも皆さんこんにちは。タイガーです。ラビッツです。2人合わせてタイガー&ラビッツです。イエーイ。奈良でゲストハウスしてます。タイガーこと松井です。よろしくお願いします。奈良でガイドしてます、ラビッツこと忠内香織です。よろしくお願いします。します。はい、ではですね、今日は仏像のことがよくわかるお話第3弾ということで、仏像にはユニットがあるというお話だそうですけれども、ミキちゃんからいろいろお話を聞きたいと思います。お願いします。はい、仏像ってね、はい、こういうユニット活動してはるんですよ。はい、ユニット活動、はい、有名なユニットでいうと、はい、三尊像、こちらにある三尊像です、はい、1人の如来さんに対して、うん、2人の菩薩さん、うん、三尊像です、うん、はい、で有名なところ、今私たちが、一番ご利益欲しいなって思ってる、現世利益で有名な薬師如来さんです、はいはい、東方浄瑠璃浄土っていうところに住んではる、薬師瑠璃光如来、に対しての日光菩薩、月光菩薩です、はいはいはい、月光菩薩って書いてるんですけど、月光菩薩って読みます、はい、24時間の勤務をしてはるドクターに対して、日勤夜勤のナースがついているっていう、そんな感じです。いいですね。はい、はい、で、こちら西方極楽浄土に住んでおられるのが、私たちを極楽に連れて行ってくれはる、阿弥陀如来、はい、阿弥陀如来さんについておられるのが、静止菩薩、観世音菩薩さんです、はい、でもう一つ有名なところで言うと、釈迦三尊像です、はい、お釈迦様ですね、釈迦如来に対して、普賢菩薩、文殊菩薩がついておられます、薬師如来、阿弥陀如来、釈迦如来のそれぞれに、脇侍という、人たちがついてて、三すくみ状態である。三すくみ。すくんでないか。すくんだらか。はい、すくんではいません。はい、はい、ハーモニーです。ハーモニー。三位一体。あ、三位一体のハーモニーですね。はい。はい、では続きまして。はい、次は4。はい。です。四天王。四天王って何やねん。四言うても、四天王。はい。です。天部のね、中の四天王さん、天部、天部、はいはい、この前話した、インドから、インドの神さんの仏教への転職組の皆さんです。ほう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 、はいはい、で、多聞天、地獄天、増長天、項目天というふうに東西南北の守護をなさっています、あと今度詳しいことはゆっくり話すんですけど、趣味線のこの辺、上の方に住んでおられて仏教世界を守護されているっていう、方々です、はい、で、東から南西こんな感じに、地蔵こうたっていう風に覚えてください、はい、お地蔵さん買ったよ買ってへんわいつかは買おう、はい、そしてこの四天王も、今はあのユニット活動をご紹介しましたが、実はソロ活動もあるんですよね、はい、そうなんですよね。多聞天さん人気者すぎて、はいはい、シングル、シングルデビューしました。素晴らしい。ソロ活動してる時のお名前が、毘沙門天です、実はね、この毘沙門さん、妻も子もいる方、マジですか。奥さんが吉祥天、吉祥天女とも言いますね、吉祥天さんで、お子さんが善西道寺って言います、この、あの家族の三尊像とかもあったりするぐらい、家族持ち、家族、でも仏教徒ってなんかこう結婚しちゃダメなんじゃないんですか。インドからの転職組やからな、転職してたら何でもいいのか。仏ですから、はいはい、はい、で奥さんがいるで言ったら、梵天さんもいてはんね。ああ、はいはいはい、祭祀持ち、梵天さんの奥さんはちなみに、弁天さんです。はい、よくね、芸術とか、音楽とかのね、守り神として、弁財天さんよく祀られていらっしゃいますね。そうですね。インドでは川の神さんとかね、水守りの神さんね。はいはいはい、なるほどね。です。はい、では今回は仏像にはユニットがあるというお話でした。それではまた。